太ったって言われるかな。太ったか太ってないか分からへんねんけど。太ってない。全然太ってない。昨日キムチご飯食べた。夜に。それ5回くらい聞いたわ。そう。ミカナにさ心配すぎてさ、キムチご飯食べちゃってんけどって LINE したら。大丈夫ミカナ昨日。あ、もうありえんりょ食べたな、えぐかった、ほんまにありえんりょ送ってきたけどえぐかった、ほんまにありえんりょ食べた、通常の人間の1週間分の食事を1日でしました。こんばんは、山本と言います。みかなと、あ、これさ、ツイッターになんかしとかなんか、これログアウトされてたら、ログアウトされてんのかな、もしかして。あ、あ、いけてた、いけてた、有事況の前に、まあまあ、深夜にね寝れなかったので。じゃあ寝れんとさ、なんかお腹すくからさ、うん、食べちゃうよな。そう、久しぶりの公園です、頑張ろう。いや、前髪も切ったし、割と覚えてた、ね。でもさ、なんか覚えてる覚えてないというよりさ、なんか何やろ、覚えてる覚えてないというか、なんか気持ち的にさ、うん、なんか久しぶりすぎてさ、うんうん、どんな顔しよっかな、どんな顔しよっかなってなってる。どんな顔しましょう。普通の顔で普通の顔でいきます。染みついてるよな、なんか、あの、マジでずっとやってたからさ、死ぬほど練習してたやん、あの、うん、あそこら辺の期間、うん、あそこら辺の期間などこら辺しかマジさ、リハ期間マジめっちゃ踊ったよな、うん、バカ踊ったから、なんか割といける。ひなちゃんめかない年上やけ、同い年、同い年か、同じ年、ほぼ1年違うな。うん、ダメかな、さ、早生まれやろ、3月、4月やろ、うん、1年違います、ほぼ同じか。劇場到着した、おお。待ってます、そこらへんかな、あそこかな、どっちやろうな、同期の方かな。タワー、ありがとうございます。でもこんなとこにも使わなくていいんですよ、皆さん、本当に。おー、だだ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 、ありがとうございます。今日のご飯はお寿司でした。ちょこっと食べた。なんか久しぶりすぎてさ、配信が忘れてる、何をさ、どんなことしてたっけって思っちゃう。どんなことしてました。シンプルに、皆さん今日は DMM 配信です。来ない方は DMM 配信をぜひ見てくださいね。寂しいよ、みかな。いいよ、でもやめたら、あの、やめても会おうな、うん、ちゃんと。寂しいね、みんなね、ちも寂しい、今になって、なんかさ、練習するやん、やっぱ卒業公演に向けて、うんうん、もうそれの時になんか、なんか練習しながらさ、うわ、これやみたいな、これこれみたいな、これ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 ってなって、楽しかった、これこれってなって、一緒にやめたくないなってなってた。なるよな、うん、楽しいなってなるよね、うん、練習しとったら楽しいなってなったけどね、もうしょ、マブが、マブが、マブが、マブちゃう、マブが遠くから応援しとくわ。奈良からね。奈良から応援します。
じゃあ奈良にねいつか来てもらうわってもいいかな。ずっとさえそうなんか全然来てくれへんねんもんだってほんまにずっとさなんか奈良来てみたいなじゃあねしかしかおらんやろじゃあねいつもさなんか会おうって言ったらさ、うん、だいたいさ奈良じゃないとこになる。まあ基本大阪やんな。基本大阪。なんで奈良じゃないって言ったら、なんで奈良なん？奈良なんもないって言われた。だって大阪住んでて奈良住んでて奈良行こうってならんやろあんまり。いやなるかもしれんで、ね。若き氷食べにとか。だいたい大阪やんな。奈良。奈良なあいいけどなあ。何しに行く？鹿見るんよ。鹿見るんよ。鹿見ながらせんべいあげんで。鹿ないやんか。鹿だけに。なん、おんな。びっくりした。どういうこと今の。鹿しかないやんね。鹿鹿。鹿以外にもあんねんで。じゃ鹿以外にあんねんけど。うん、なんかでも全部大阪の2番線じゃろ。まあでもそんなん言われたらもう何も自慢できんわ。なら鹿おって海ないぐらい。海ないんや。海ない。海ないからさ。じゃあでも海ないからさ海行った時に感動が3倍ぐらいになる。ああなるほどね。それ安上がり。それは神戸の海に囲まれてさ、うん、あの小さい時育ってきたからさ。あーえそうなん、うん、え 山口、うん、海あるあるわ。海しかない。まやここ全部海、うん、えいいな。感動せんやん。じゃあ海見てもそうねかわいそうかわいそうやわそれは。なんでよ。えだってさじゃあなあのめっちゃさすごい100円ぐらいのご飯でも美味しいって言える人と、うん、1000円ぐらいのご飯しか美味しいって1万円ぐらいのご飯を普通に食べてて100円がまずいって感じちゃう人だったら絶対100円の方が有利じゃない。幸せ。えでもなみかなは、うん、あのちょっとのなんかその都会のビルで興奮できるからちょっと待って、まあ、ちゃうとこでってことな。だってもう田舎すぎて海と奈良も同じやで。海とじゃあ、うん、ほんまに多分日本で一番田舎やと思うよ。もうちょっとそうなん、うん、海と森しかないから山と川と虫と奈良と同じやん。海以外しかないからそう。みんな逆にさなんか大阪の中心に住んでる人とかどういう気持ちなんやろな。元からなんかそこが出身地ですみたいな。でもさそういう都会の人ってさ変なお花畑とか行って興奮せん、うん、あ逆に、うん、なんかあの意味わからんひまわり畑とかさ滝見に行くとか、うん、あれあんまあんま日常じゃんって思っちゃうよね、うん、いや綺麗やけどさ。そう綺麗やしさその良さは分かるけど。じゃあ山見てさ、うん、おーってならんやん。前初めてなってん。なんで何山分からん。何山か分からんかったけど初めてその山を間近で見て山の力がを感じた。へー友達と2人で意味分からんくない2人で友達と山の力感じた。山の力感じに行った。へえ。いやでもそれは分かるけどな。前の奈良はしかしか勝たん。それはそうなんやけど、いつかミカナが奈良来てくれるように。いつかね。てか普通に山口行ってみたい。飲もないよじゃあミカナが育った場所みたいなアナザースカイやってみえでもほんまにそうやってほしい普通にいつか来てな。うん行きたい。ほんまに実家に挨拶来て。うん行くわ。みかなの家族とも仲良くなる。うんお姉ちゃんがあの日向通しやから。あそうそうみかなのお姉ちゃんがめっちゃ前から言ってくれてるよな。そうえ全然仲良くない時から言ってくれてない、うん、なんそうミカナと全く仲良くない。全くとか言ったらなんかオブラートつづ まなすぎやけど話したことない時そうあれ言ってるお姉ちゃんが。そうこの子やばって言ってきた。嬉しい。なんかの写真送ってきてこの子やばえめちゃめちゃ初期じゃない。めちゃめちゃ初期なん
あんなこの子顔やば、ひよこみたいな、ひよこみたいな生まれたてのひよこみたいな顔してたけど全然仲良くない。お姉ちゃんの推しメンがどんどん卒業してくる。いやー、え、誰やったん？中はレイさんとアンチュさん。あ、うん、あ、アンチュさん、まあ、そうよな、綺麗な顔し今最高やいいやん。でも劇場とか来てくれたらな、いいのにな、いつか。うん、まあ、今日はハーフツイン、じゃあハーフツインです。めっちゃ似合う。でもなんかさ、前すぎたよねんな、多分ちょっとな、そうだ、ちょっと後でここら辺にしてもらう。なんか久しぶりにさ、アイドルの髪型するとさ、ムズムズすんねんムズムズする大丈夫かな、うん、ってなるから、ちょっと変えてもらう後で。みかんゲーム実況してんのな、うん、昨日もちょっと、ね、ほんまな、言ってたよな、ずっと、うん、夜遅くまで1時くらいに終わった。すごいなえ、でも楽しそう、普通に。楽しいよ、ゲーム実況。一回さ、なんか2人でさ、てかなんかどっか行った時にさ、太鼓の達人してさ、したえ、じゃあ太鼓の達人じゃない、あれ、ま、マリオカートや、マリオカートしてさ、うん、でなんかミカラが最初買ってたけどなんか途中で抜かしちゃって気まずかったみたいなあったくない。そう、ちゃんとその動画も撮ってたけど、うん、ちょっとなんか盛り上がりにかけたから、そうそう、送ってもないな、なんか最後に、そう、ひなたがなんか、うん、抜かしてしょかったわ、あの抜かし方バリキショかった。ほんまな、なんか意味やから存在感なくてな、初めそうそうそう、どこいるんやろくらいの感じだったのに、ミカナがもうね、あの、そう、マジで生き笑顔で、そうそう、いやいや、このままゴールしたんだよね。そう、最後抜かしちゃいました。そうそう、え、ヒューって抜かされて気まずい空気だった。あれ、そうそうありましたよ、ありましたね。15分経ちました。今何時？着替えな。そうなんよ、着替えなあかん、髪型もやってもらう。着替えなあかんってことで終わります。私はランキング見ますね。13位とわさん、12位たくみさん、11位ゆうさん、10位 DUVLEL さん、9位てんさん、8位やまちゃんさん、7位元気さん、6位えれんちゃん、5位ねるさん、4位ゴンちゃんさん、3位なおさん、2位ひさとさん、1位かずのみ。ありがとうございます。みんな配信をぜひ DMM で、いや DMM で絶対見てください。絶対ひなたが言ってます。そうです、はい。寂しいね、寂しいよ。奈良へ帰ります。今日のことは最後の、ほんまやん、最後や。そうやね、いや、うちらはさ、普通にさ、友達やからさ、そうやね、ファンの人からしたらさ、そうやね、もう最後なんよ、最後のにゃんちょですよ。あー、チョキイエチョキイエ、悲しい。え、なんかさ、ねえねえ、なんかさ、お母さんのさ、潜在写真みたいな、お母さんの潜在写真みたいになっちゃった見たことないし、なんでよ、見たことあるよ。あー、こういうやつな、うん、どっち顔かどっちどっちがどっちがこれあー、どうしてたっけ、こっちなんで、そんな最近なんでなんで、なんで最後にカオカオさんになろうとしてんのうえー、もうなんかお寿司食べて出てきそう、見せてるやん、お寿司食べて出てきそう。声ももう15分経ったんかな。ありがとうございました。じゃあね、公園行っています。頑張ります、公園。バイバーイ。かわいいね、かわいいね、ひなた今日もかわいかったねあんま自分で言うことじゃないじゃあね、みかなが顔がってことね。なるほどね、みかながってことね。今日はね、ひなたが誰よりもかわいいから、やった今日一日は
今日一日明日はちゃうみたいな明日は違うな多分明日はみかんの方が可愛い。明日は奈良で5番目かな5番今日は世界で1番か奈良で5番って絶対さ全国やったよ。もっと下の方全国やったら多分3000リアルやな学力テストみたいなお疲れ様です。着替えてきます。はい、ありがとう。読みます。13位しんしんじょさん、12位そらさん、11位くたぼっとさん、10位はまのんさん、9位おっくんさん、8位さっちょさん、7位赤ちゃんじゃないですよ7位ひろきさん、6位いずみさん、5位けたけたけいたさん、4位ゆしけいさん、3位キッドさん、2位チョータンさん、1位隊長さん、ありがとうございました。ちょっとフリートークみたいになってしまって全然コメントいっぱい読めなくてごめんなさい。ごめんなさい。悲しい。モバメ送ります。今日の夜、あ、来ててんな。ちょっと待ってね、タワー久しぶりすぎてもう全然読めなくてごめんなさい。いろいろくれた人ありがとうございます。緊張した、なんか分からんけど久しぶりすぎて。みんなまた公演見てください。よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。元気でちゃうかじゃあね、大好き、バイバイ。